はい、えー、今回ですね、まあ無料でも成功する方法ですね。無料でも。まあ久保さんの方でね、えー、なんか無料、有料とか関係ねえよと。てか、有料別に取んなくてもいいんじゃないみたいな。まあ久保さんはね、今取んなくてもいいんで、取らなくていいと思います。僕は取らないといけないんで、有料ガンガン打ってきますよ。久保さんは、まあ、ステージですか、これは。はい。だから、久保さんの今のステージからあ、その考え方を聞きたいという方は聞けばいいんですよ。 でも、久保さんがなぜ今のその話ができるのかっていうと、金利でね、ある程度のお金が何も商品売んなくても入ってくるわけですよ。で久保さんの昔のステージっていうのは、何かセミナーやるとか、何かコンテンツ売る、アフリエイトする、こっからなんで、僕も今このステージです。じゃあ、僕が隠居のステージ行ったら、僕も久保さんと同じ発言ができますその。そこに向けて僕は売りまくります。そこに向けてね。でね、今回、無料でも成功する方法って、 まあこれね、本質を、本質ね、久保さんの方が、本質っていう言葉があんま好きじゃないかもしれないですけど、本質をお話ししたいと思います。要は、お金を払ったら成功できるのか、違うんです。じゃあ、お金を払わなかったら成功できないのか、違うんです。だどっちもどっちなんですよ。変わんないです。でね、じゃあこれ、お金払わたくないっていう人で成功したいんだったら、これをやってください。これができれば成功できます。無料でも。もう一度言いますね。これができれば、 これができれば無料でも成功できますい。いきますね。これはですね、久保さんの速家塾第一一人目かな、一期生かな、和田直樹さんという人がいたんですけど、和田直樹さんと僕もセミナー2回ぐらいやったんですけど、和田さんっていうのは、あの借金2000万で、生まれた瞬間から2000万みたいな、まあ、その、うちそのお父,父さんがなんか借金作って逃げちゃったんですね。 で、お母さんと二人きりで、オンボロアパート1万5000円ですね。オンボロアパート、久保さんは3万8000円のオンボロアパートで、久保、あのー、和田直樹は、あ,のあれですよ。オンボロアパート1万5000円ですね、家賃。で、もうお金がほんとなくて、幼少期からゆ、あのー、なんだうん、牛乳配達とか、新聞,あ新聞配達ですかねとか、なんかいろいろやったりとか、あとカブトムシとか売ったりとか、な,なんかそういうのもやったりとか、まあ、とにかくお金がなかったから、いろいろやってたんですよ。 で、大人になって、その借金を、あのー、返すために、4つバイトを掛け持ちしてたんですね。4つです。で、休みないです。1日も休みないです。で、4つバイト掛け持ちして、で、ずっとやってて、睡眠時間も4時間ぐらい。うん。その状態です。で、これを聞いてる方の中で、バイトを4つ掛け持ちして、睡眠時間3時間ぐらい、4時間ぐらいっていう人多分あんまいてないと思うんですよ。まあ、いるかもしれないですけど。あと、借金2000万の状態。 で、私、その借金を返すために、まあそういうことやってたんですけど、ただその、バイトを4つ掛け持ちして、うん、睡眠時間削ってやったとしても、結局、元本減らねえぞと。だから、1回、その和田直樹さんはね、和田直樹は考えたわけですよ。一家心中を。で、これ、本当に考えたらしいですよね。一家心中を。だって、いくら働いても、元本減らないですよ。何のために生きてんのって、借金返済のために生きてんのか、みたいな。 こう生きてても意味あんのかなみたいな感じで、お母さんと本当になんか一家心事を考えたらしいんですね。それ考えますよね。だっていくら働いても元本を減らずに、睡眠時間もない、遊ぶ時間もない、何のために生きてるのか分かんなくないですかで、お母さんもすげえ大変。お母さんも,もちろん借金貸してって話で、もうきつカツカツなわけですよ。でも、和田直樹さんは今、年収3000万とか言ったわけですよ。これなんで言ったかっていうと、じゃ当時、お金がないわけですよね。 時間もないでもその中で和田直樹さんがやったことっていうのはこれなんです。本屋で立ち読みをするっていう。でね。で、このレベルが違うんですよ。本屋で立ち読みするレベルが違くて、その、そのなんだ、うーん、その、お店、なんかお店に出禁になるっていう。わかりますもう立ち読みしすぎて出禁になるっていう。だからここのレベルまでやれますかっていう。わかります出禁になるんですよ。 いや、もうちょっとすみません、ちょっと来ないでください、みたいな。いや、無料で、立ち読みでできるじゃないですか。だけど、無料を見すぎて出禁になるっていう。<laughs> 本屋の。ここまでできるんだったら成功できます。無料で。はい、えー、ちょっと切れちゃいましたけど、えー、まあ結論ですね。あの、湧き出る、湧き、あのー、無料でも成功するためには何が必要かっていうと、湧き出る気持ちがなければ、 湧き出る感情がなければ成功することはできないです。しかもその湧き出る感情っていうのは一貫性ではなく、あの、その、なんだ、んその場限りではなく、その場限りではなく、ずっと俺は絶対こうなりたいんだっていう、ずっと湧き出る感情、俺は絶対こうなりたいんだっていう、この、うん、あの、消し,消しても消しても消えない炎、消しても消しても消えない炎がない限り成功はできないです。 だから僕とか久保さんもなぜ成功ができるのかっていうと、ねまあ、僕は久保さんほど成功はしてないですよ。経済的にまだ久保、借金もありますからまだ。だからないんですけど、でも人より違うし、えー、生活を送ってますし、まあ、自由に生きてます。じゃあなんでこれができるかっていうと、湧き出るものがあるからですよ。湧き出るものが。だから無限像に動画も。 撮り続けらられますだから僕死ぬまで動画を撮るっていうね。久保さんがね、この前、そのやりとり言っていただきましたけど、なんか、吉谷さんが死ぬとき、私が撮ってあげますよ、みたいな。もうこれはもう戦友ですね、まさしく。<laughs> ね、久保さんの方が10個上なんだけど、久保さんの方が、多分ね、多分ね、久保さんの方が長生きしそうですね。僕、早死にしそうなんで。だから僕が,僕が死ぬときは久保さんがね、あの動画撮ってくれるみたいなんで。だから僕はね、僕と久保さんはずっとできる。だから、億万長者合宿のシリーズもこれね、 だってもう湧き出るものがなかったら続かないでしょ。だって合宿終わってんですよ。そもそも合宿終わってるんで、売るものないわけですよ。で、合宿。<laughs> もう終わってますから <laughs>。でもこうやって続けられる理由っていうのは、二人とも湧き出るものがあるわけですよ。で、これがないと無理です。ほんと無理です。申し訳ないですけど、無理です。で、湧き出るものがなくてもお金を稼ぎたいっていうんだったら、これは強制力を変えってことです。 強制力を変えと強制力にお金を払えっていう例えばライザップもそうなんですよライザップもそのねマンツーマンでトレーナーがついて管理をして管理をしてくれてねで強制的に痩せさせるっていうプログラムなんですよわかりますだからその湧き出るものがなかったら強制的にその環境にお金を投資するんですよだって無料でも痩せる情報ってあるんですよてか無料で痩せる方法知ってますよね じゃあなぜ痩せられないんですか強制力がないんですよ。だからライザップに行くとなぜ痩せられるのかっていうと、一人がトレーナーがついて、もう食事制限めっちゃするんですよ。社名送れって,って強制力なんですよ。だから強制力にお金を払うってことです。それがあの湧き出るものがなかったら、それしかないですよ。どこにお金払うんですか情報にお金払うんじゃないです。強制力にお金払うんです。申し上げますね。強制、なぜライザップに100万ぶち込むんですか強制力です。わかります だから自分が一人でできないんだろうならばその強制力にお金を払うべきです。ね、湧き出るものがあればいらなくないですかだか僕だって人のアドバイスはしたりとか人の悩みは聞きますけど僕の悩みを聞いてくれる人は誰一人いないですからね。で、なんかその怒られる人もいないんですよ僕。だから自分でやるしかないですね。でも僕は強制力がなかったとしてもできるんですよ。久保さんもそうです。 でこれちょっと直近で僕、あのスカイプコンサルやってるんですけど、そのスカイプコンサルのね、その,その子がですね、なんかその毎回僕、スカイプコンサルするときに、その、1週間スパンぐらいでやってるんですけど、まあ、今までやった報告してください、報告してください、報告してください、今までやった報告してくださいって必ず報告から入るんですよ。で、じゃあ、今回ね、その子が、いや、ちょっと今回はちょっとあんま報告することがなくてから入ったんですよ。で、まあ一、一応ちょっとやったこととか報告してもらったんですけど、まあ、僕はですね、何を、その、 そのセッション、まあ今日のコンサルでセッション、あのアドバイスしたかっていうと、強制力をつけました。え、それって売る気ないんですかみたいな。稼ぐ気ないんですかと。それ甘えてるでしょみたいな。じゃあ、今月一本も売れなかったら、あの、あのお金もらえますよみたいな。わ <laughs> かります <laughs> 今月売,る売れなかったら、お金あの10万もらえますいつかみたいな。いいっすねみたいな。契約みたいな。っていう強制力を僕は与えました。でも、 そのコンサル生っていうのは、先月120万、先々月100何万、だから2ヶ月連続100万超えてるんですよ。だから多分その2ヶ月連続100万超えたっていうところでも甘えが出てるんじゃないかなっていうところで。だから僕、強制力をつけました。うん。だって自分でつけられないんですもん。強制力。甘えちゃってるんですよ。いや、あんまできてないんですっていう。<laughs> え、それ売る気ないんですかと。なんで売る気、売る気があってでき、やることやろうよっていう。 いや、吉谷さん、こんなことやって、こんなことやって、こんなことやって、いや、あの、売上まだ足りてないんです。どうすればいいですかっていう風に普通だったら入らないといけないんですよ。いや、そうじゃないですか。いや、こういう、今こういうことやってて、こんな、こんなキャンペーンやってて、こういうことやってて、こういうお客さんからこんなレスがあって、吉谷さんあの、今日のコンサルでこんなこと聞こうと思ってたんですけど、吉谷さん、これに対してどう思いますかなんですよ。いや、でも、最初ね、いや、いや、ちょっと、あ,あんま、あんまやってなくて今回、みたいな。え、どういうことみたいな。 え稼ぐ気売る気ないの稼ぐ気ないのみたいな。<laughs> で僕がじゃあ,こんあのもうあのこ 1, 1ヶ月で1本も、まあ、30万のねコンテンツ扱ってるんですけど1ヶ月で30万のコンテンツ売れな1本も売れなかったら10万もらうよみたいな。<laughs> っていう強制力をね僕は作りました。でもそこの強制力ってなんかよくわからないんですよね。 だって自分が稼ぎたいのにやる、や,えやってないってどういうことみたいな。で、それ、それを言ってね、じゃあこの面白いのが、これを言った後どういう反応来たと思いますこれを言った後どういう反応来たと思いますええ、え、そえー、ちょっとそれ勘弁してくださいみたいな。え、勘弁って何ですかみたいな。え、売る気がないってことですかって話なんですよ。おかしくないですか勘弁してくださいみたいな。あ、もしも売れなかったら10万払わないといけないんですかみたいな。 いや売る,売る気がないってことですかみたいな。どう、僕もね、別に10万を本気でもらおうとはしてないですよ。だから強制力なんですよ。きっかけなんですよ。別にね、じゃあ、あの、1本も売れなかったら10万もくださいって振り込んでください。あの、この期日まで振り込んでくださいって言う、言わないですよ、多分僕。要はやってほしいんで、その強制力が必要だから言っただけであって、本気でじゃあ取りに行くのかっていうと、取りに行かないですよ、そんなの。そんな、その取りに行かないですよ。 だからそのなんだろうなうーん要は1本そのマインドだと売れないんですよえ1本も売れなかったら10万払わないといけないのっていうマインドだと絶対成長しないんですよどうやったら1本売れるのかどうやったら毎月コンスタントに1本絶対売れるのかっていう考え方でアクションしていけば絶対変わるんですよ だけど、これ売れなくてもいいやっていうか、じゃあ売れなくてもいいやっていう考え方と、絶対一本売らないと殺されるという状況下で、いろいろ試行錯誤して考えるのじゃ、全然成長の度合いが違うわけですよ。そうだと思いませんだって売らなくてもいいやっていう考え方で取り組むのか、絶対一本売らないといけないという考え方で取り組むのか、どっちの方が成長スピードが速いですかこんなの明らかですよ。 絶対にこけられない。だから僕もこと今年の1月絶対こけられないっていう,う状況がありました。1月ですね。もう絶対こけられない。絶対売らないといけない。絶対です。100%売らないと、100%売らないとダメっていう。で、その状況の時僕も考えましたもん、めちゃめちゃ。めちゃオファーも考えたし、教育コンテンツ、フリーコンテンツも考えたし、もうこれめっちゃ考えました。だから進化しました。 まあ実際僕が予想してた金額以上に売り上げが上がりましたけど、それは何でかっていうと、その真剣に考えて、真剣に実行して、アクションしたからですよ。それがないんですよね。だから強制力にお金を払うってことですね。だからライズアップが分かりやすいと思います。いや、無料、無料でね、痩せる方法、有料無料でね、痩せるダイエット方法、もう無限にあるよと。質もいいよと。<laughs> やりますかって。 うん、湧き出るものがなければそもそもできないよって話です、はい、だからその湧き出るっていうのがね本当ねまあこの億万長者合宿の結構キーワードかなと思いますね湧き出るものあんのみたいなその心燃やせる心燃やせる志とかなんか心燃やせるなんか内から出る炎あるのっていう魂燃やせるのっていうっていうのがあるかどうかっていうとこですねうんそこがもう本質ですよはい ということで、無料でも成功できます。だから、絶対俺は成功したいんだ。人生変えたいんだっていう気持ちがあるから、湧き出るものがあるから、出禁になるまで立ち読みするんですよ。ね、和田,和田直樹はできん本屋から出禁。あなた来ないでくださいって言われるまで、お金がなかったから、立ち読みしたんです。でもそれは何でそれができたのかっていうと、湧き出る気持ちがあったからです。絶対人生変えたいっていう。絶対人生俺は変えるんだっていう、湧き出るものがあったからです。 以上ですあ、久保さん動画、ね、久保保ささんんねどうぞはい、えー、人はですねお金を払うからこそ本気になるとそんな考え方があるのも私は分かりますけども私はですねお金を払わなくても本気になる人からあの本気になってほしいなと思うんですよね。でお金を払わないと本気になれないよっていうね理屈を振りかざす人がいるんだったらあの例えばね情報を提供者に払う必要はないんですよ。 お客さんが好きな人に、ね、払えばそれこそ海のよくなんかねあの何、ー、ですか貧困層救済プロジェクトみたいな感じで東南アジアの国に行って一緒に写真撮って情報販売のネタにしてる人を見かけることがあったんですけどもいやその人に寄付してもらったら私はあなたになんか転売のノウハウを教えますみたいな形取れないのかなと思ってたんですよ。なんで あの情報を発信者の人を仲介してそっちの方に行くみたいなロジックになるのかなと全然寄付するねそれこそなんですかねなんか赤十日本赤十字に50万円寄付したら私のコンテンツ席を始めますんで赤十字の,あの納付書を私に送ってくださいみたいな感じでいいと思うんですよねなぜねそういう風な美しい話を盛り込んでで俺にお金払えみたいなねでしかもそれに乗っちゃう人がいるっていうのね <笑>お笑いですよねいろいろとお話し,しましたけど私が思うのは今の、ね、世の中に無料の情報と有料の情報ってありますけどもはっきり言って無料の情報の方が質が高いですよ本当にねこれはね多くの人に気づいてほしいあの無料の情報の方がたくさんあるわけですよたくさんあるんでしのぎを削ってなるべく質の高いものを信頼を得るために 無料でもこれだけのものをっていう風に工夫していっぱい作ってる競合が起きてるわけなんですよっていうことは無料の方が質が高くて有料のものって買った後に提供するからはきりてポンコツでもいいわけなんですようんどんなポンコツなものでもあのお金を払った後に提供するんだったら問題ないんですよねでも無料のものっていつでも見れちゃうんでいつでも手に取れるんで その続きを見てくれるかどうかっていうのはものすごくリスクが高いんですよ。無料の情報っていうのはね。無料の情報をはい出しました。1個目でなんだよこの無料の情報って思われたら残りの100個の情報を見てくれないんで、無料の情報っていうのはどれどっから見ても次が見たくなるようなクオリティの高いものを作ってるんですよね。これがだから情報業界の私はね、この時代の真実ですよ。数年前は違いましたけども、今は無料の方がもう質が高いです。私もね、あのー、なんで、 塾が利益を上げ,れな上げてててていいけたのかかっていうと全て無料でで手に入れてるからなんですよ有料のものに大したものはないっていうふうに私はね5年ぐらい前から感じてたんですよね有料のものはどんなものかなって1個買えばもう十分なんですようん1個買えばね1個買ったらもうあとはねパターンなんですよだって有料の情報とか有料のコンテンツとか入ったにしても分かんないことがあったら検索したかって聞かれるわけでしょってことは最初から検索すればいいんですよで有料のものは買わないいらない 無料のものの方が検索後にたどり着いた無料のものの方が価値が高いからさっきみたいなね有料の軸に入って質問しても検索しましたかみたいになるわけですよ。でそう考えたらね私は無料のものが情報あの価値が高いと思うんでもうね私はもう人にはね一生無料のものでいいと。無料のものだけでいいしあの少なくともねその IT とか情報ってものを駆使して 金持ちになろうとするんんんだっったたら情報にお金払った時点でででダメななす負けほど <laughs>、ね、これはね多くの情報販売者の方が絶対認めないと思うんですけども真実ですよこれが無料のものの方が価値が高くってで情報で利益を得ようとするんだったら一切お金を出さないってね <laughs> で多分あのー、なんだろうな吉谷さんって私からね物買わないと思うんですよ私も情報に対してお金を全く払わないです <laughs> 払うとしたら感謝でその人に情報のレベルとか何とか無視して払いたいんで受け取ってくださいこれはあります <laughs> なんかどうしても大好きなんでそのコミュニティに形だけ入れてもらってお金は形だけ払わせてくださいみたいなのありますけども情報に感動してわわこれすごいと思ってお金払うことないですよね、うん、で、えー、と今回の動画のまとめなんですけども、あのー、自分事で僭越なんですけども私ねもう無料動画しか出してないですこの3年間ね でもですよ。でも無料なのに、勝手に入金はあるんですよ。ありがとうございました。すごくいい気づきがありました。で、金額もついてないんで、もう入金させてもらいます、みたいなね。で、っか塾の、その塾のコンテンツとか儲ける方法には興味がないけども、久保さんの動画を見て、本当に感動したんで、お金払いたいんで、入塾させてください。こういう形もありますよね。これがもう醍醐味です、私のね。っか塾ってのは、今 <laughs> の、ほとんどね、もう無料、 無料情報ばっかりなんですよ。それが固まってるだけなんですよ。で、毎日更新情報が届くぐらいなんですよ。サービスとしては。で、そっか塾に入んなくても私は、すべての質問に答えてます。その日のうちに。動画好きで、解説好きで。で、このレベルでサポートしてる有料塾がないレベルですよね。しかも私は不足意分野ありませんからね。転売ドろうとどんとこいと。アフィリエイトだろうとどんとこいと。ブックメーカーどんとこいとかね。バイナリアプションどんとこい。FX どんとこいと。投資でもなんでもどんとこいですよ。全部ですよ。全部、 全部有料の販売者以上のものが提供できるけども無料みたいなね。これがまさに有料よりも無料のものの方がレベルが高いってことの証明にもなるんじゃないかなと思います。で、実際私ね、多分ね、じゃあ、あの来月から全ての情報は有料にしますよって言っても、多分ね、あのー、アクセス変わんないと思うんですよ。むしろ、何ですか、売り上げが上がる分、私は得かなと思うんですよね。でもそれはしないと挑戦ですね。有料の販売者以上に無料の提供だけで、 高い利益を上げていくっていう挑戦がありますね高い利益上がらなくてもいいんですけどね全く <laughs> 例えば私の場合はあこの1年半あの自分の自分のお金でですね47都道府県オフ会ってやってるわけですよこれもねやったなと思いましたね誰からも何も受け取らずにあっちこっち行くみたいなで私が行って集まるみたいなところが全ての都道府県にあるみたいなのをねやっぱ体験しましたよあすげえなーと うん当にね再生数は今100前後ですよどんなものでもしばらく時間が経ったらね500とか1000みたいになりますけどもでも基本的にはリリースした瞬間100とか200になって終わりですからねで数か月かけて1000っていうのはね結構ありますけども、まあ、その中でそんな少ない視聴者さんの中で今回は何々県とか何々府に行きますよって言ったらちゃんとね20に前後集まるみたいなで皆さんね 例えば富山県に行きましたっつっても富山県の1会場に私行くわけですよね。県県の隅っこから来るるるる人人もいいんんでですすよ。よ。をえてそのぐらい私に対して意識を傾けてくださる方からさらにね高額なお金を取ろうなんて全然思えなかったりなんかそういうふうな情報発信者も情報にはそれほど価値がないかなと思うんですよね。 どちらかというと、人の血を引っ張って管理してあげるっていうふうな強制力に対してお金を払うっていうところあるのかなと思いますけどね。あの、ライザップみたいにね。ライザップも痩せるノウハウを売ってるわけではないんですよ。痩せるノウハウは山ほど世の中にありますから、それが自力でできない人のために、えー、きちんとトレーナーをつけて、厳しい目を注ぐっていう強制力を売ってるんだと私は思うんですよね。まあそんな感じで、ね、億万長者合宿に参加した方、強制力が働いてるうちはいいんですけども、 強制力働かなくなるとやらなくなるんですよね。うん。やらなくなるともう億万長者合宿だろうが何だろうがねやらなくなるんですよ。でやらない人生を選択するんですよ。うん、やらない人生をね、うん。まあそれも一つの人生ですよね。はい今回は以上です。